いや、フィットマスクなんて意味ないぞ、ステイサスティユーマーガーです。すみません、マスクの方ね、ご紹介させていただき、今日は何、今日はドッキリ。本日いないメンバーが一人いますけど。いや、全員いるけどね。またですか、どこにいますか。今日映りたくないということ。あ、今、見えました。あー、来ましたね、にじりこけ先輩です。めっちゃついてる、ほら。国沢さんだ。ダンゴムシだ。怖い話や。本日もドッキリをやっていくんですけど、まあ、ヒューガ君がいませんと。ヒューガ君ね、やっぱいじめっ子キャラみたいになってますけど、実はドッキリのターゲットになってる回数が一番多いということで。やっぱりアホなんで。どう、なんか言いたいこととか。おい、ヒューガ、俺の下っ腹が出てよ。北新飲み始めたんだけど、ちょっとくれっていうのやめてくれないで。あげちゃうよ。揺れる意味は分かんない。失礼します、結局あげます。いっちょや、おむぎり、ほら。リアルに3万円どうするって話になって、結局まだ返してもらえてない。リアル、リアル、あっちゃん。いっちょもリアル。じゃあゆうたくん、いつもやっちゃってください。いや、いっちょ前やん。いっちょ前やん。自分のターンから逃れるために。ゆうたくん。ということで早速本日のドッキリです。ということで本日のドッキリ、車の中に知らない人いるドッキリ。まあ、被ってるようで被ってないですから。驚かし生活回という動画見ていただいた方は分かると思うんですけど、後部座席に貞子乗ってるドッキリっていうのをやられまして、めちゃくちゃ怖かったです。ぶっちゃけあの貞子という認識はできないんですよ。だからあれ誰が乗ってたの関係ないです。ということで僕たちの助っ人を今日用意させていただきました。外国の方。はい、ティンティンバレンティンってこと。おっと、まずいな。アムギリというまではおっととウィーが使いますので。あの僕たちの服をちょっと見ていただきたいんです。ハングオーバーズっていう、これ実はね、僕たちの友達のリオくん、こちらの青年が作ってる服なんですけれども、近々なんか新作が発表になるらしくて、そのなんか番宣をさせてくれみたいな。なるほど。知らない人っていう体で仕掛け人として動画に出させてくれ、頼む頼むということで丸めてきてんの頭。本日の仕掛け人、これリオちゃん、どうぞお願いします。いや、いやいや、女の子来るかと思う。リオちゃん。ハングオーバーズっていうね、ブランドをやってるリオくんです。よろしくお願いします。こんにちは。怖いけどね。本当ですか。緊張してんの。やめてよ。それが一番やる。本日の撮影なんですけど、アムヒくんが昨日ね、ヒューガくんちに編集しに行きました。その時に、車のつけ焼きみたいなのを盗んできてくれました。泥棒猫なんで。波切りですよ、これ。波切り。皆さん、波切り。でかしたぜ。自分で言うな。他人に言われるんだよ、でかしただって。ということで、その鍵を使って、ヒューガくんの車に侵入します。ヒューガくんにちょっと素材欲しいから、セブン来てっていうふうに。車に乗させます。その時に後ろからニョロッと、確かにニョロモンみたいだ。ニョロッとだいぶ得意。そうなんです、リオ君、実は大の好きです。マジかわかんやん。あれが毎日吉原いるだよ。そうですよ、定期持ってますから。ということでね、本日は楽しくドッキリ仕掛けていきたいと思います。はい、成功したら月には新作とかもらえてるんですよ。まあ成功すれば。結構上からだ。どっちが上かわかんない。わかんないです。それではやっていきましょう。ヒューガ君の車の中のスペアキー。ザ・スペアキー。ジ・スペアキーってことね。スペアキー・ジって。いや、アルフィ5みたいや。いや、もうアルフィじゃない。今、はい、やっちゃって。お、すごい。なんか言わないの。なんか言ってあげた方がいい。開けごま。オープンザテキストブック。はい、そう、笑いだ。伊之助ブイブイ、暗くてよく分かった。分かってる？分かってるよ。はい、そう、笑いです。で、どうするんですか。いや、てめえに取れたか作れってことだ。やばい、もう限界、もう限界。地獄です。あー、なんでアメージョ変われよ。もう確実に地獄フラグ立った。私はそっちを移してあげ、取れたか高いぜ。一丁前だな、お前な。ほら、もうあ、もうほら。なめんなよ、YouTube。この中には呪いの偶像ユタキウトゥンドゥがいると言われております。呪いの偶像はどんな顔をしているのでしょうか。いけ、いけ、来た。来た、来た。忘れてた。忘れてた人。出ていこうとしたら上いかれた。じゃあリオ、すげえ必死やん、お前。色物屋見て。俺どれだか探してこうなってる感じが。ということでね、今がリオくんに隠れてもらいます。まあこのリオが隠れてる間にね、リオくんのエピソードで、ね、話しますとね、好きな女の子の弁当を毎日毎日食べ続けたと。しかもお昼ご飯の時間の前に食べちゃう。これ事実ですか。
事実です。事実でした。事実でしたよ。そうそうそう、怖いわ。おお直筆から逃げた人みたい。ニート東京みたい。一番刑務所で好きな食べ物は何ですか？ぜんざいです。だからキッドさんよ。デルタ9キッドさん。じゃあ左見てみて。何があれば人生生きていけますかね。ホロエトガンジャ。いやいやいや、孫悟さんいるやん。いや、なんだそのま。いやいやいや、孫悟さんいるやん。誰が笑うんだ。こっちも満金でやってねえの。こっち行って、こっち行って。逃げんなよお前。ということでね、こっから隠しカメラ仕掛けて、どのタイミングに出るかリオに任せる。やばない。で、ヒューガ君がビビらないみたいなキャラじゃないですか。そこをちょっと今日は崩せるかな。皆さん、こらわってください。じゃあね、リオ。これでやれてるやん。もう一回受け込む。ということでね、ヒューガの車にリオがもうスタンバってるんで、今からヒューガをセブンに呼び出したいと思います。さすがに出ると思います。もしもし。はいはい。さ、ちょっとナイトルーティーンのさ、素材をもらってなかったからさ、6体っけ？素材だけパッともらって、もうすぐ帰るから。OK。 はい、よろしく。はいはい。完璧完璧だ。ナイトルーティーンの素材は多分彼渡してますもんね。アホです。リオちゃんが後ろにいます。タバコを吸い出しました。あ、待ってればいい。もう着いた。そこ出た。うん、ちょうどタバコ吸ってるわ今。はいはい、まあ、待ってます。はいはい。絶対幸せにします。だから光さんだけ許してください。うわぁ、うわぁ、うわぁ。なんでリオいんの、なんでリオいんの、なんでリオいんの、何してよ、なんでリオいんの。ありがとうございます。ドキです。レジバッチリだった。さすが。びっくりしたんだけど、殺されると思ったわ。震えるんだけど。綺麗に復習させてもらったわ。この辺にいたよ、リオ。うわーって言って感覚的にはもうここだったもん。リオ D 3D じゃなくて、ね、ガチ怖え。びっくりした。え、どこにいたの。後ろ。ここいた。うわ、俺がいつも通り倒して待ったら潰れてたよ。そこのファックスの裏で見てたんで、ヒューガ君。キモ。ちょっと犯罪だよ。タバコを吸ってる途中に脅かしたらヒューガ火傷するから、そこだけは見誤らんとこうと思って。いや、火傷しないよ。それは外で待ってる。俺靴とか脱いでんだけど。いや、バレてなかったか。よかった。いや、これね、タダコとリオの風貌、まあ、同じぐらい怖いかな。いや、リオの風貌が怖いでしょ。シェフライボと。いや、ガチ。え、なんて。なんて。え、なんでお前も聞こえてる。鍵なんですけど、これ昨日アムギー君編集で家に入れました。うん、あの時バクテ。え、キモすぎないお前。お前そんな汚い顔すんなよ。友達。おい、家の棚にシュッてしまってるやつや俺が。それはもう今日からヤマトの。なんでだよ。悪い。とりあえず返せよ、怖いから。その鍵。鍵でかいだろ。パジェロ当てたろ。何あて。壊れかけのアムギリいましたけどね。ということで、本日リオチンに仕掛け人として出ていただきました。よいしょ。ポッピンアイドルみたいじゃないですか。キョウキョウユアティリオチン。いそうだよね。全然。どうですか。いや、びっくり。最初、俺影はって思ったんだけど、そんなことはどうでもいいぐらい怖かった。まあ、友達でよかったと思った。この距離では。なるほど。でも一応知らない人っていう手でやってる。誰ですか。ということで、この動画出てるのがね、4月の15日だと思うんですけど、実は本日リオくんのハングオーバーズの新作出ます。これおめでとうございます。これはちょっとオリジナルっていう形で、もう廃盤になってて、これは売ってないんですけど。いや、俺ディーゼル来ちゃってる。売ってくんないと。大丈夫です。これ本日リオくん、僕たちのために新作持ってきてくれました。ありがとうございます。
てめえ、てめえ仕掛け人だろ。もしかしてだけど、もしかしてだけど、俺の家に入った時に編集長のフリッシュで鍵取ったんじゃないの。そういうことだろう。そういうことだろう。すげえ、スリーブに入ってるよ。これ名前あるんですか。一応、酔っ払ってるだるまを描いたので酔いだるまって。酒が好きなの。ヘイサースティジンクス、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 はい、はい、ジンクスね。いただいてもよろしいですか。え、えぐい。じゃあ俺も見えないやん。俺がテンション高ない。せっかくなんでちょっとこれ着替えていきたいと思います。どうだ。あ、もうここから完全に着替え案件です。ここから全く面白くないです。着替えます。はい。聞いてたなら紙セットしてこいや。マジかっこいい。これやばいよ。マジやべえ。ちょっとみんな後ろ向きゃ。意味ない、意味ない、意味ない。まあ一応ここが駐停車禁止マークを意識して、人生駐停車禁止っていう意味書き付ける。だるまのようにまあ転がっても起き続ける。まあ前に書いてある乾き続けろっていうのにまあちょっとなぞってやらせていただきます。うげえ。彼はね、コンセプト系のね服を作っていますと、服に意味が込められて、ね、かっこよくて普通に愛用して、多分そうそう着すぎて何時って選択してない、うん。いや、作業着に書いてはマジで洗ってない。あれはもう水垂らしてティッシュでやったら茶色くなる。お前なんで黒くなんだよあれ。いや俺うんこしないもん。そう、何ずっと言うの。おならしないとか。俺マジでおなら一回もしないから。そのぐらいヒューがマーヘすごいっすよ。ということでね、こちらの洋服本日4月15日から販売開始ということで、どうやって買えるんですか。基本的には自分に DM 送っていただければ購入できます。サンゴーバーズのね、インスタグラムね、下の方に貼っとくんで、彼に DM してボイスメッセージが返ってきます。え、マジで。結構売れないやん。ぜひね、皆さんちょっと送って俺らとお揃いで着れたらなと思います。ガチかっこいい。形と生地もめっちゃいい。マジで本気でやってるから。この吉原の実は僕服のブランドやってるんですよ。もしよかったら後でフォローお願いしますって。そこまでやってるから。社長になるんなら後々いじられっか。せーの、気分は沈めずコロナウイルスの蔓延を止めていこう。それじゃあまた次の動画で、バイビー。